はい、皆様おはようございます、えー。今日も6時になりましたので、えー、スタートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と、えー、今日はですね、えーまあ、昨日に引き続き、えー、アンソニー・ロビンズのね、UPW の通訳を、えーまあ、ちょうど、えー、したばかりということもありましたので、えー、昨日は、えー そのアンソニーが教えてくれた、えー、シックスヒューマンニーズをね、あれ昨日だけシックスヒューマンニーズ。前にろんのことやりすぎて、なんだかわかんなくなってきましたけども、ごめんなさい。500億ドルのアンソニー・ロビンズが教える、えー、今日はあり方の方をね、説明していきたいと思います。で、あり方っていうのは、あの、be hard, えーっていうね、動詞が英語の中にはある、ありますけれども、昨日です。<laughs> ありがとう、ゆうちゃう。自分で、あれが昨日だったのか、一昨日だったのかがもう分かんなくなっているというね。いやー、もう本当にね、毎日、奇跡が起きすぎておりまして、ありがとうございます。<laughs> そうだよね、昨日が月曜日で、あの昨日の夜もね、あのジョン・キムさんとのルームがあったのでね、<laughs> ごめんなさい、ね。 シックスヒューマンニーズ。はい。シックスヒューマンニーズいかがでしたかあの、使い始めましたかね皆様ね。はい。えー、あ、そうそうそう。昨日シックスヒューマンニーズ <laughs> 大変失礼いたしました。あ、TikTok 最高でした。アイデア溢れるカメラワーカー最高。すごいよね。はい。えー、ということで、はい。シックスヒューマンニーズに続いて、 シックスヒューマンニーズ、あの、使わないと本当にもったいないですので、えー、どうぞですね、今日は、えー、まあ、昨日もね、あのー、あ、昨日の夜の、えっ、ー、と、ライフエレベーションクラブ、ジョン・キムさんとの、あの、Facebook グループの方もアーカイブが上がってますので、えっ、ー、と、そちらの方もね、あの、しっかりと、えっ、ー、と、使っていただきたいなと思いますが、あのー、あ、そっか、えー、ライフエレベーションクラブの方ですね。 よいしょ。あれちょっと待ってくださいね。よいしょ。えー、で、ライフエレベーションクラブの方も、えっ、ー、と、もう2715名の方までね、増えておりますので、はい。こちらの方でも、えっ、ー、と、昨日は感謝、感謝についてね、あの、ご説明いたしました。で、えっ、ー、と、感謝の方も、えー、要は、えー、自分のシックスヒューマンニーズの 三つ目、覚えてますか三つ目。えー、あはい、素晴らしい。えー、胸骨に無理上げてます。素晴らしいです。そうです、そうです。えー、ですので、えー、その三つ目が自己重要感でしたよね。ですので、自己重要感のニーズを自分の感謝で、えー、埋めてあげることによって、あなたはもう無限の愛を手にすることができるようになりますからね。 えー、ですので、エシックスヒューマンニーズですね。あ、感謝ノート書いて寝ました。良かったです。でね、えっ、ー、と、感謝ノート書くときに結構落とし穴になるのが、感謝を書いてるだけの作業になってる人ね。<laughs> これは、作業だと残念ながら自分のイナーチャイルドちゃん満たされないですのでね。ですので、ちゃんと、えー、感謝ありがたーいってこのね、ありがたーいってこの響きありますよね。本当に感じること。 これが本当に大切ですので、もう体中の細胞を感謝というエネルギーで共鳴させる感じですね。えそうしていただくと本当に自分が満たされるようになりますからね。はい。えー、ということで、今日はあり方を話していきたいと思います。で、あり方っていうのは、えっ、ー、と、もうあなたの人生の成果がバチコンと、あの、決まってしまいます。 すなわち、えー、よく多くの方が人生はセルフイメージの通りになるっていうね、そういう表現していますが、もうまさにそうなんですね。 え、あなたの人生の、この、え、やったことに対した後に、ボーンって成果が出る。その成果の量。だから、屋楽ライフコーチ講座の受講生の方ね、もう特にここ、今日のこの内容っていうのは、もう本当に大切ですので、皆さんもぜひぜひね、活用いただきたいなと思うんですが、さおりちゃん、大正解。え、安心変化、自己重要感、愛とつながり成長貢献ですね。はい。 で、えっ、ー、と、セルフイメージの通りになっていきますから、あ、そうそうそう、京子さんありがとうございます。えー、自分を満たす自己重要感が私には必要でした。あ、うん、そうそうそう。なので、えー、自分を満たすことをね、まあでもほとんどの人がそうだと思いますよ。うん、うん、うん。ですので、ぜひぜひ、えー、満たしてあげてください。で、セルフイメージの通りになるということなんですけれども、えー、そのセルフイメージについては、えー、あなたが、えー、自分に対してね、 どんな、えー、セルフイメージを持っていて、セルフイメージってセルフアイデンティティがもあり、えー、そして、えー、自己重要感っていうのも、まあ、自己、自己重要感、えー、自己肯定感。 うんと、いろいろこう、セルフのね、あの、まあ、自己肯定感はセルフエフィカシーっていうふうに言いますけれども、エフィカシーっていうことは、自分をど、どこまで、えっ、ー、と、効果的に、えー、肯定することができるのか。まあ、要は、自己に関する部分、自己愛もそうですよね。ということで、ありとあらゆる自分を埋めるもの、自分を満たすもの、えー、ということが、えー、とにかく、あなたが5億ドル、 えー、あるいは、えー、500億円のね、えー、価値を、えー、もたらすような、えー、地球上で最も貢献できる人間になるためにはですね、えー、このセルフイメージ、自己っていうところを、えー、マックスにしていく、自己価値っていうのもね、マックスにしていく必要があるんですね。で、えー、あなたの、えー、自己価値を、 え、決めていくのは、もちろんそのセルフイメージ、セルフアイデンティティっていう、えー、ところで、あなた自身が自分に対してどんなイメージを持つのか。ね最近、まあ、コスモライトの磯橋先生というね、たま、あの、魂の書き換えができる、えー、本当にコロナもね、あの、がんも、えっ、ー、と、 先生のこのね、あの、組み替えで直してしまうような、そういう癒し手の方が、クラブハウスでもね、いらっしゃるんですけれども、その先生に、私は、あ、魂を見てもらったら、女神だね、もう女神だよ、っていうふうに言われて、私その時に、あ、自分のセルフイメージ、女神か、というふうに思って、 その女神っていう言葉をいただいたからこそ自分のイメージが女神になったんですよね。そうしたらば次元上昇をさらにアップさせて、えー、自分が女神モードで発言できるようにな,るなったんですね。で、これ私だから女神になれるかって言ったらそうではないんですよ。皆さんも女神って思ったら女神モードがつき、そして神って言ったら神モードがつき、そして自分が、えー 天使って言ったら天使モードに入り、ということで、あなたの、えー、セルフイメージ通りに、あなたはいろんなバージョンの自分自身を作ることができるっていうのが、まず一つですね。で、えー、これはアンソニー・ロベンズ自体は、どういうふうに教えてくれているかというと、えー、自分、えー、人間にはね、いろんな え、モードっていうのがあるんですと。え、で、え、例えば、キングっていう、あるいはクイーンというですね。え、あなたの、まあ、男性だったらキングですよね。アンソニーなんでキングですけれども。で、女性だったらクイーンの、その、えっ、ー、と、クイーンが住んでいる、あるいはキングが住んでいるところはどこだって言って探させるわけですね。 で、キングはここにいますって言ったとしたらば、じゃあここを触りながら、キングの自分で自分の今の悩みに何て答えるっていうと、サラサラサラって答えられるんですよ。キングだとしたらば、えー、と全全,、えー、全国の兵士を耕えて、そして戦えばよいとかね、そういうアイ,あのアイディアっていうのが出てくるんですよね。で ラバーっていうのもあるんですよ。要は、これは愛人。でも、その愛人ってあの、えっ、ー、と、フリーの愛人じゃなくて、愛する人っていうね、愛の人っていう意味ですね。ね、その愛の人っていうところはどこにいるって言ったら、ああ、愛の人はここにいます。じゃあ、愛の人として、この問題はどう解決するというふうに言うと、えー、愛の人として、すべてを愛で包み、そして消化させるっていうふうになるんですよ。で、今度はマジシャン。 ね、マジシャンっていうことは、あの、マジックをね、あの、すること、する人のことですよね。魔、まあ、法使いのね、えー、方ではなくて、マジシャンの方ですね。で、えー、<laughs> 私は石原さとみんの女神だと信じいたがない。かわい,い。はい。えー、で、 そうね、マジシャンの自分はどこにいるって言うと、マジシャンの自分はここにいる。じゃ、ここで触りながら、えー。マジシャンの自分。うん。マジックをかけて、ふわとこの問題を消してしまうとか、そのように、あなたっていうのは、実はいろんなバージョンの自分が住んでいる。要は、多、えー、多次元の自分であるっていう、それを、えー、教えてくれるんですね。 で、これって実は統計的にも、で、こっから先はね、あの、また別のアンソニーじゃないね、あの、調査結果の話なんですがあ、アメリカである調査をしました。で、ホームレスの方に対して、えー、あなたは神の再来ですっていうふうに教え込むんですね。で、思い込んでもらって、そしてその人の前に、あの、たくさんの人を用意するんですよ。で、その人に、えー、 あの、そのホームレスは神様に、あの、の再来に、あの、えーまあま、立て祭られて、そしてどんどん質問していくんですね。こんな人生でこう困ってるんです。神様助けてくださいって言うと、なんとそのホームレスの人は見事にまるで神様のように答えていけるんですよ。で、ということで、えっ、ー、と、ある意味、 私もこの朝ライブという器があるからこそ、私もある意味どんどん皆さんに対してコロナ禍で皆さんのお役に立ちたいという、この場を作らせていただいたからこそ、まあある意味ありがたいことに、その魂のね、レベルを見てくださる方から、えー、ね、 あの、女神レベルですねっていうふうにおっしゃっていただけた。いや、すごいありがたいってことであって、あなたも同じように、あ、自分は女神とか、自分は女王とか、自分は天使、自分は妖精、自分は魔法使い、自分は妖精というふうに、 セルフイメージを自分の中でセオリ姫でもいいわけですよね。ご自身の中でマザーテレサでもいいわけですよね。ご自身の中でセルフアイデンティティを一つ決めてしまえば、で、一つでなくてもいいわけですよね。うん。ですので、いくらでも入れていただければ、あなたはなんとそこまで自分自身の人格を一気に一瞬にして、 拡大することができる。これが、えー、500億ドルが教えている一瞬でビリオネアになれるあり方。1個目です。これすごくないですかもう本当に有料級じゃなくて本当に有料講座ですからね。皆さん。もう絶対活用してくださいね。はい。ですので、ぜひコメント欄にですね、私はだったら何になるっていうのね、書いてください。 はい。えー、そして、えー、そういうことですね。はい、皆さん、なるほどってね、あの、言ってくださってありがとうございます。そして、えー、もう一つ。うん。えー、ですのでね、私の、あの、オクラクライフコーチ講座にね、受講している方、えー、グルコン出ていらっしゃる方とか、えー、私のね、個人セッションとか、えー、それから、えー、グルコン出ていらっしゃる方も、 あ私はあ、あなたは何々ですねっていうふうにお,あのお伝えすることもよく使っているのは、実はそういう意味なんですね。あなたは天使ですよ。もともと天使だったのに、 それを忘れちゃっただけですよとかいうふうにしてね、皆さんのセルフイメージをパンって、あの、拡大しているのは、実はそう、その、この人間の性質を、あの、利用しているっていうことだったんですよね。ですので、えー、今日は本当に個人セッションとか、あの、本当にね、えー、グルコンでしかお伝えしていないところまで、ね、お伝えしてますので、もう皆さん本当に活用してくださいね。はい。<laughs> はい。えー、そして、次行きますよ。もうどんどん教えていきますからね。 で、もう一つ、昨日私がお約束したのが、あなたの自己制約的信念。あ、そうそう。なんで、ジャーニーちゃんにね、今やっていただきたいね、朝ライブ出たいのは分かりました。でも、出るんだったとしたらば、今、ジャーニーちゃんの中にね、心の中に硬いものがえ、エネルギーとしてね、チャネリングすると出てくるんですよね。で、その状態だとまだ、まだ、もうちょっとなんだよね。なんで、えっ、ー、と、イナーチャイルドの癒しっていうことと、これからお伝えしていく、えー、皆さん自身が、あ、そう、アマテラスの おみかみうん、わあ、いいね。私は菩薩。あ、めちゃめちゃいいですよ。うん。はい、活用してください。はい。えー、えっ、ー、と、なので、えっ、ー、と、自己制約的信念っていうところをね、皆さんにやっていけあ、私はエンジェル。めちゃめちゃいいですね。そう。はい。えー そうです、そうです、そうです。もう本当に、あの皆さんにね、あの、できるだけ多くの方が、えー、そうやって自分の最大を、えー、生きていただければ、マックスな自分っていうのを生きていただければね、それが60億人に全員に伝わったとしたらば、えー、そうだったとしたらば、もう皆さんの、あの、 えー、この地球上での人生っていうのが、えー、本当に良くなる。で、えー、それをどんどん多くの方に、あなたお一人が良くなるっていうことは、えー、育ち、覚醒していく、魂としてね、覚醒していくっていうことは、えー、あなたの周りの人、 えー、もう、えー、ね、あのー、なめきよしかずさんの,あの数字で言うと2万2000人のね、あ、えー、の、覚醒した魂というのは、えー、それだけの人を影響することができるというふうに言っていますので、えー、ですので、はい、私は太陽と決めました。めっちゃいいじゃないですか。そうです、そうです。なんで、自己価値っていうのをね、マックス、自分をマックスにしてね、生きていただきたいということなんです。はい、そういうことでございます。はい。 で、自己制約的信念。あなたがセルフイメージをマックスにしたとしても、あなたの心の奥底に住む、えー、自分は何々だからダメだとか、えー、自分は何々だからうま、えー、くいかないとか、いろんなネガティブな思い込みっていう自分を止めていくもの、そのマックスの自分になるのをブレーキ踏んじゃう。そのブレーキを踏む思い込みは何ですかということです。 で、えー、これが私が10年前に、2010年の11月に、もう本当に、あの、一回の通訳という、通訳者としてもまだ全然成功してなかった時ですよね。その時に、アンソニー・ロビンズの、この UPW、Unleash the Power Within、えー、ちなる、えー、えー、力を解き放てというね、講座を受講させていただいて、 一気にその後本の出版が決まり、えー、テレビにね、あの、えー、マツコデラックスと、それからカトパンさんとね、レギュラー出演半年させていただいて、というように、もう取材がね、もう、あの、止まらないっていう、そんな状態を味合わせていただきました。まあ、それをね、本当に私がその頃願っていたので、で、夢が全部叶ったわけなんですけれども、その、 えー、その自分を実現した理由っていうのが、この、えー、これから説明する自己制約的信念をボン取っていく。心のブレーキをボン外していくということです。で、えー、当時の自分が思い込んでいたのは、えー、英語ができないっていうね、これはね、私が隠し持っていた、えー、本当に誰にも言えない、恥ずかしすぎて絶対誰にも言えなかった悩みだったんですよ。 なぜかっていうと、もう二十歳の時から15年も通訳をやっていて、で、だけれども一旦通訳をちょっとね、休憩していたので、その間に、えー、自分の通訳力がガタンって落ちてしまったと思い込んじゃったんですよね。 で、えー、思い込んだまま通訳学校にの試験も受けてしまって、思い込んでるからその通りに低いクラスに入るわけですよね。ですので、もう本当は自分は同時通訳だって、できた入りもかかわらず、それをもう自分の思い込み、英語ができない。で、なんでそう思い込んでいたかというと、 私の大親友は、えー、在米歴35年とかの、あの、方なわけですよね。ですので、まあ、ほとんど要は、あに、えー、っと、大学卒業した後の、えー、数年だけ日本に、あの、私と同じ会社でね、通訳をしていただけであって、なので、えー、めちゃくちゃ英語がネイティブだったわけなんですよね。で、その彼女と自分を比較して、 常にそうすると、当然私は純国さんですので、英語はそこまではいかないわけですよね。そこまで早く冗談が全て一発で理解できるかっていうと、そこまでいかないから私はダメ。通訳ができていても、同時通訳ができていても、英検医級かっていても、もう私は自分に楽園をおっしゃってたわけですよね。ですので、あなた、先ほどね、あの、 言ったつり、あなたのセルフイメージ程度にしかあなたの人生はならないんですよ。ですから、私は隠し持っていた、英語はやっぱりできないという、その思い込みが、なんと自分自身の通訳力を、どんなに通訳学校で、えー、頑張っても、勉強しても、練習しても自分でね、あるいは自分のあの通訳仲間と、なので、英語ができないという、 あの、信念を固めて持ってしまってたんですよ。なので、この自己制約的信念がある限りにおいては、私はもう自分の呪いにガンが絡めになってしまっていて、なので、えっ、ー、と、通訳者としてもうだつは上がらない。えー、で、えー、どんなに自分で努力をしたとしても呪いかかっちゃってるので、通訳学校のクラスの中でもスッて訳せないんですよ。 これ恐ろしいですよね。ですので、皆さん、自己制約的信念は自分で、自分にかける呪いですからね。ですので、これを、皆さん、今日は外しましょう <laughs> ということは、これ外してったら、あなたは誰も止められない自分になれるっていうことなんですよ。 で、えっ、ー、と、先ほど皆さんに、妖精ですとか、女神ですとか、アマテラスの大神ですという大きなセルフイメージをね、皆さんにプレゼントしましたよね。で、この大きなね、英子さんだったら、あの、大きなね、全国ミセス、えー、世界大会のミセスのね、あのグランプリっていうところの、えー、そのグランプリの一番広いセルフイメージ、 から、えー、考えて、あなたが今なんでそこにいないかっていうのを考えてください。あなたがなんでそこに今いないのか。ね。で、その時に自分が、あ、なぜなら、掃除の私は英語ができない。で、えっ、ー、と、前、前、前回の6月ですかね、UPW を通訳した時に持っていた私の自己制約的信念っていうのは、 ああ、恥ずかしい言うの。でも私はブス。<laughs> not b ビューティフォーっていうね。もうそれですよね。もう今も顔が赤くなっちゃうんですけど。 でも、えー、これを外すことによってね、えー、っと、私は、あの、本当に、あの、ビューティートランスメーションライブサミットをね、えー、主催することが、も,うもちろんその後も、また、ブブブブってありましたけども、でも、そうやって、あなたが自分のね、もうすごい顔が赤くなって超恥ずかしい。ね、でも、それぐらい、あなたにとって、自己制約的信念って、ものすごい影響力があるんですよ。あなたの、えー、っと、自分の、 うちがあの、このね、奥の方に潜んでいる人たちですよ。うん。この自分を止めてしまう自己制約的信念っていうのを、あなたがもう外すと決めて、えー、そして外していくとですよ。あなたはどこまでもアンストパボーになれるんですよ。 で、これをアンソニー・ロビンの UPW では3日目にやってくださいます。で、これはもう、クローズ・アイっていうですね、アンソニーの誘導瞑想でやっていくんですけれども、基本的なもう仕組みとしては簡単です。で、必ずしも誘導瞑想をがないと、この、あの、自己制約的信念が外れないかっていうと、そんなことはないんですね。 ですので、えっ、ー、と、どうぞね、えー、皆さん自身で今自分の呪いを解くと決めてください。で、決めたらば、もうこ、もう決めたらば、もうそれだけで外れますからね。で、えー、これはバシャールが言っている、結局思い込みの形成っていうのは、えっ、ー、と、あなたが思い込んだらもう入っちゃうだけなんですよね。ですので、えー、あなたが、 自己制欲的信念をね、外す。これで外せる。今日、今朝のこのライブで外せると思い込めれば、もう外せてしまいますからね。ですので、えー、ね、もし恥ずかしくなければ、ぜひぜひコメント欄にね、私はこの自己制約的信念を外す。あ、そうそうそう。弥生が、弥生さんが自分にかけてやりますから、自分はブスだった。そうなんですよ。もうね、本当にね、あの、呪い、えーは、 えっと、例えば、お金は稼げない。私は幸せになってはいけない。あ、もう、あもうね、きよみちゃん、ありがとういや、さ、きれいきれいきれい。インストール、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 私はきれい。もう、みんなの場いやってどうするって感じなんですけども。でも、でもわかりますよね。いや、あの、 ある意味、えっ、ー、と、そう、稼げない、外します。いやー、もうありがとう、やさ大好き、ありがとうございます。<laughs> そう、なので、もう嫌だ、もう、汗かいちゃった。<laughs> もう嫌だ、リアルタイムでやってしもた。はい、はい。外見の自信のなさも、あ,あ全部です。外見の自信のなさだけじゃなくて、稼げない、私は幸せになっちゃいけない、えっ、ー、と、例えば、 私は愛されていない、えっ、ー、と、男性に対しての思い込みもそうですよね。男性は私を傷つけるとかでもそうですよね。えー、そう、自己制約的な信念。うん。なんで、じ、自分の、えー、自己制約的な、えーあ、ありがとうございます。えー、自己制約的な信念っていうのが何かっていうのを特定してくださいね。うん。で特定した方がきちっと外れますね。えー、ですので、 ああ、そう,そうそうそう、めっちゃいいですね。私はお暗くになれないを外します。いやいや、えー、どうやらお金のブロックがあるので外し,ます外します。そうですね。なんで、お金に愛されているお金が大好きですっていう、えーお、いう信念に書き,きかけると。一つだけ、いやいやあの、一つだけじゃないですよね。あの、今お伝えした通り、私自身も、まあ、まず一番最初に10年前に外したのが、英語ができないというところからスタートして、 えー、そこから、えー、まあ、もちろんその間にもね、たくさん、えっ、ー、と、人生は苦悩であるっていうのを、人生はビューティフルっていうふうに変えていったり、人生は美しいものであるとか、えー、もっと言うと、人生はパーティーで最近ではね、もう楽しむものっていうものに変えていったので、どんどん人生が楽しくなっていきましたので、あ、私は人と比べてできないから稼げないを外しまさ、はい。いいと思います。うん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 。 あ、めっちゃいいじゃないですか。はい。えー、頑張っても低い車で外します。そういうことですね。<laughs> ありがとうございます。いつもそして実践を見せてくれる。やはり女神、ありがとうございます。そうそうそう。そう価値がない、ブスが、ブス、魅力がない、貧乏症、英語が不得意。外します。ああ、すごい。んからじゅ、斎藤純子さん、めちゃめちゃ、あの、効率いいですね。なんで、どん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 、 皆さんの中にある自分を止めているブロックを全部外してっていいんですよ。私の話を聞いてもらえなめっちゃいいと思います。はい、えー。私の話には価値がある。私の話はいつも聞いてもらえる。っていうのに書いていけばいいですよね。うん、私はお金の、えー、っと、愛されてないかも。そうだから、エイコさんは、えー、私はお金の女神って思ったらいいと思いますよ。うん。 で、私は私の言葉を否定されると悲しくなるという、そうしてしまって話せなくな、ね、る自己制約的信念を外します。あー、めちゃめちゃいい。そういうことです。あ、人生は努力を外しますと、私は愛されないを外します。そうです。えー、もうそもそもでダメになるを外します。そう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 ,そう。えー、っとね。 え、こさん、それはね、す、え、べ、ー、てがうまくいく。すべては必ずうまくいく。すべてはうまくいく。えー、必ず最後にうまくいく。えー、っと、最初からすべてがうまくいくがいいと思います。はい。私には行動力がない。そう。私には行動力がある。はい。えー、あなたには価値があります。私の話には価値があります。うん。えー、肺に血栓があるから大事な時に、 せき込むと思い込みはずす。ああ、いいと思います。これはね、病気に関してもはい、もちろん使えますんでね。素晴らしいです、皆さん。うわ、すごいな、やっぱり。皆さんの解釈力が本当素晴らしいですよね。うん、うん、本当におめでとうございます。で、えっと、このえプロセスがすごく大切なんですね。大きいセルフイメージにして、 そこにいないのはなんでなんだろうっていう質問で自分のブロックを見つけていく。で、そうすると、えー、自分のブロックっていうのがどんどん見つけやすくなります。ほとんどの人は自分がそれがブロックだっていうこと。で、これ覚えてますあの、えっ、ー、と、先日お伝えしたアシュタールの最新の次元上昇方法の中の5つ目と、これイコールなんですよ。ですので、えー、もう一回腑に落としたい方は場所あるのね。 あの、ライブの、あの、最新の次元上昇のライブももう一回見直していただいて、えー、ください。で、そうすると、あの、宇宙の法則も、地球上の、えー、成功哲学でも、 同じことを言ってるんだっていうのが分かれば、もっと皆さんの中に踏に落ちて、これがどんどん思い込みを外していけますからね。えー、これが、今見つけているのが、あなたのネガティブな信念っていうことですよね。ですので、このネガティブな思い込みが、えー、形成されてしまってるので、あなたが思いっきり、えー、えー、アクセル踏んだとしても、ヒュンっていかない理由、オクラクライフコーチで、えー、すぐに結果が出ないというね、私には問題ばかり。あ、それですこれ ジャニーちゃん、これを全部外してちょうだい。OK。なので、内側にある、えー、ネガティブな思い込みっていうのを、とにかく外していってくださいや。で、書き換えていってあげてください。私は、そうそう、小銭を稼ぐ女から、奥を稼ぐ女に書き換えていってください。はい、そうです。私は目立たない、価値がないよ。そうです。なんで、私は目立つ、価値がある。えー、私は目立つ、価値がある。で、さっきのセルフイメージをですね、 え、インストールしてってください。はい。えー、皆さんいいですね。え、食費と光熱費カバーできるくらいの収入でいいやと思っていた気持ちを外します。そうです。あなたの思い込み通りに人生というのは必ず展開していきます。あなたの思い込み通りに人生は、えー、展開していきます。だからこそ、あなたに対して自分のそのセルフイメージをマックスにするということ。 えそしてえ、そのマックスになっていない現実を作っている、自分を止めている思い込みは何っていう質問でどんどん外していくということです。で、外していくというのは、 そうです。えー、サツコちゃんだったらば、もう本当にいいのよ、もうサツコちゃん。本当に頑張らんでいいからね。もう宇宙が今はもう次元上昇をめちゃくちゃ応援してくれているので、えー、本当に、えー、ご縁と、えっ、ー、と、本当に宇宙からの応援だけでね、もうもっともっとサツも体験してるから分かってると思うんだけれども、もう頑張って成功するじゃないんですよね、今はね。なんでセルフイメージを上げて成功する。 楽に成功するというのが、もうこの風の時代、2020年の12月22日からスタートした風の時代の新しい成功の、えー、仕方です。で、もうこれは本当に産業革命ぐらいのですね、大きな地殻、えー、変動が起きている時代ですので、もうあなた自身が頑張ってとか、約束を守ってとか、えー、責任感を果たしてというこういう重いエネルギーは全部外してってください。 そうですですので、えー、楽に成功する、えー。気がついたら成功する。もう、あっさりすごいことが、えー、起きて成功できるというね。えー、そういうふうに自分自身を、えー、書き換え、の思い込みをですね、書き換えていってあげてください、えー。そうすれば必ずそっちに行くということですね。 で、実は、えっ、ー、と、これに関しても、あ、そうそうそう、外してってください。よかった。皆さんのね、あの思い込みが一気にこのライブで外れるじゃないですか。そうそうそう、本当によかった。 うん、うん、うん。努力じゃないですよ。ね,ね、猫ちゃん、そうよ。なので、えー、もう本当にセルフイメージを上げて、一気に成功することができるね、時代が来ております。えー、はい、何をしても。そう、パソコンが弱いよね。もう外して外して、パソコンは、もう本当に、だってこのパソコンさんがあるおかげでね、私も今皆さんに、この、え、億万長者になる方法を皆さんにお伝えすることができてるわけじゃないですか。で、今日もすでに500、え、600? 600名の方わあ !600 名の方にね、お伝えすることができてる。これ私が家の中で一人で、あの、パソコンがなかったら絶対できないわけじゃないですか。ですので、パソコンは簡単、パソコンは簡単、パソコンは簡単。そう、私は何でもできるようにね、変えてってあげてください。IT 音痴はもったいないです。そうです、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 そうです。ですはい。 えー、ということで、えー、あそうそう、メンタルが弱いもね、どんどん外してあげてください。でえー、ということで、セルフイメージを上げる、そしてそこにあ、えー、上がりきらない、えー、ブロックを外すというところまでやりました。で、えー、ここから、えー、皆さんにね、えー、どんどんその、えー アクセルをね、踏んだら、踏んだ分だけ、うわーんっていける。もうブロック、ブロックが外れてってるわけですからね。えー、思い込みが外れてってるわけですから、もうそれでどんどん進めるようになります。で、進めるようになったときに、えっ、ー、と、ここから、えー、えー、皆さんが、えー、いいですかね。アンソニーではなくて、で、アンソニーはここからはビジュアライゼーションをして、えー、あ、なんでビジュアライゼーションはした方がいいですね。 で、こうやってあなたが、 大きなセルフイメージをインストールし、ブロックを外していった後に、やっていくべきことっていうのはビジュアライゼーションです。輝かしい未来を瞑想してください。で、過去に私の未来瞑想の動画がたくさんありますので、ですので、YouTube でね、検索していてて、オグマやゆ未来瞑想っていうのを書いていただいたら未来瞑想出てきますので、えいろんなバージョン、ジョーディスペジジ・ベンチャーバージョンとか、私の、えー、個人的に作っている、えー、バージョンとか、いろいろありますので、 で、それを使ってビジュアライゼーションしてください。で、そして自分の輝かしい未来を作ってください。で、そうすると、あなたの中にワクワクが生まれます。ワク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 っていう、このね、ワク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 とした、え、この未来に対する、え、燃料と。 でワクワクしているのがあなたの動機になります、えー。そうすると、あなたの今の居場所から、えー、っともっといいところに行きたいと思える、えー、行動の燃料が手に入るということですね。車で言えばガソリンが手に入るということになります。えー、ですので、夜寝る前、朝起きた時が一番あなたがね、えー、っと無意識がパッカーンと空いていて、えー、未来瞑想をした時に、一番自分の中の無意識という96%あなたをつかさどっているところにインストールする。 することができ、さらに宇宙に対してもね。発注することができる。一番夢が叶いやすい時間ですよねえ。そうやってあなたの燃料を満タンにしたらば、今度はやっとそこで行動が取れるようになります。ですのでえ、オクラクコーチ工事え、コーチ講座の受講生の人たちはえ、自分がねえー、えーと。 えー、お弁当瞑想で作った自分自身のね、最高の幕の内弁当自体を、えー、一番ね、誰に届けたいのかっていうことをビジュアライゼーションしていった後にモニターして、えー、モニターから有料化っていうふうにプロセスを踏んでいけば7桁8桁にいけるということなわけですよね。で、えー、そうでない方だったとしても、あなたが自分自身のビジュアライゼーションした未来に向かって行動を取れるようになるわけですね。 で、この時にアンソニー・ロビンズが言っているのは、大量行動を取りなさいって言ってるんですね。大量行動を取りなさい。で、大量行動を取っている時っていうのは、実はある大切なポイントがあるのです。はい。ですので、ここはなんとアンソニーを超えたコンテンツを皆さんにプレゼントしますよ。もう本当に、 えっとね、えっ、ー、と、世界と宇宙のね、あの、エイを皆さんにお伝えしてますから、これ伝えてるんですから、皆さん絶対使ってくださいね。で、成功した、えー、暁には、ちゃんとね、成功できましたってね、あの、ご報告くださいね。で、なぜならば、それで成功したっていう、えー、ね、あの、ことを皆さんが、受け取ることがね、あの、私に伝えていただくことができたとして、それを皆さんにまた多くの方に伝えたとしたらば、どんどん、あ、 これで成功できるんだっていうふうに、皆さんの、まあ、あの、これを見ていただく方のね、確信性が上がりますので、えー、ぜひね、あの、コメント欄に書いていただければというふうに思います。で、えー、大量行動を取るときの、え、秘訣です。あなたがただ単に普通に大量行動を取ったとしても、これ、実は大量行動という massive action という概念自体は、やや、 冬の時代の概念なんですね。ですので、これを風の時代にトランスフォーメーション、えー、と変換していくとすると、大量行動ではなくて、はい。エイブラハム・ヒックスのセグメント糸設定が必要なんです。はい。ということで、大量行動を 取っていく時に、もう先にセグメントごとに、セグメントもこれから説明しますから大丈夫ですよ。セグメントごとに意図を設定していく必要があるんです。<laughs> で、これはエイブラハム・ヒックスが、えー、毎日朝起きた時に感謝なさい。えー、そしてその感謝から、 一日を24時間を、例えば歯を磨くセグメント、お化粧をするセグメント、髪の毛を整えるセグメントというふうに、24時間をセグメントごとに分割します。で、そのセグメントの手前で歯磨きをしながらひらめきが起きる、顔を洗いながらリフトアップするというふうに、全部そのセグメントごとに、 うまくいくを設定しておくんです。そうすれば、宇宙がその設定通りに作っといてくれるので、大量行動をしなくても、叶いまーすこれが風の時代との、えー、地上の 史上の成功哲学と宇宙の物理学、宇宙の法則をですね、ガチャンコと繋げたときに、奥楽ライフコーチのミソをお伝えしました。わかりましたこれをガチャンコさせるからこそ、 まあ、オクラクライフコーチの方はね、もうチャネルリングの仕方をお,お,お伝えしてますから、えー、そしてね、えー、自分自身の消化体の活性化によって、過去世の2000年のね、えー、学びっていうのを復活させてますから、もうスーパーサイヤ人に向かっていっていると思うんですけれども、でも、えっ、ー、と、そこに、そこまでやらなかったとしても、あなたがこの、えー、今日の、えー、500億、 500億円のアンソニーのあり方、ビデオネアのあり方、セルフイメージをマックスに上げる、そのセルフイメージにマックスに、今言ってない理由で、ネガティブな思い込みを全部洗い出ししやすくしましたよね。で、それを洗い出して、それを全部工程に変えます。そして、ビジュアライゼーションをして、ああ、ワクワクする未来ができた。よし、燃料が入った。 と言ったときに、ただ大量行動を意図なくやってしまうと、ボーンってぶつかって、ぶつかっても頑張り続けられるようにするのが、この大量行動っていう、マッシブアクションっていう概念だったんですね。ところが、もう、今の時代は、なんと大量行動を取らなかったとしても、もう宇宙の力を先に使うことができるわけなんですよ。なぜ 地球の次元上昇が、えー、もう始まっていて、えー、ものすごい宇宙から応援のエネルギーが入ってるからなんですね。ですので、あなたがエイブラハムヒックスをここで重ねて、セグメント糸設定をしていただくと、その、えー、大量行動を取る前に、あなたがもう最初から えね、例えば、オクラクライフコーチ制、コーチ講座の受講生が、えー、モニターを募集しようとしたときに、モニターが殺到するっていうのを、セグメント意図設定しといていただき、そして、えー、でモニターで殺到した後に、今度は、次の意図設定としては、このモニターでみんなビフォーアフターがすごいことになる。 で、意図設定したらビフォーアフターがすごいことになり、そしたらば、その次の有料化、ね、マニタイズのプロセスの時には、たくさんの人が殺到して、もう喜んでハッピーまでご購入いただける、という意図設定をしていただくと、これが、そのまま大量行動じゃなくて、一行動で全部成果が出るようになるっていうことなんです。いやー、ということで、 はい。今日は、なんと、アンソニーを超えた、えー、コンテンツをプレゼントさせていただきました。<laughs> いやー、当に今日は皆さんに、はい、<laughs> もうね、本当なですかっていうくらいの内容にいたしました。うん。だって、私の目標はね、もちろん、受、う、講、ん、生の方にはね、もっともっとさらに、あの、進化していただきますけれども、でも、えっ、ー、と、えー、そう、すごすぎる。そうなんですよね。 ということで、えー、もう、えー、皆さんはこれで簡単に、えー、ね、奥楽に行ける。そして皆さんの本当に、あ、昨夜のハッピーちゃんが話してたこと、うわーやばい、すごいな。ってことは、じゃあ、あれですね、あの、ハッピーちゃんのところにも、えー、私のところにも宇宙が全部ね、ダウンロードしてくれてるってことですね。うん。 ですので、えー、本当に本当に皆さんが、えー、このね、セグメント設定、糸設定をしてみてください。で、すべてがうまくいくと。で、なんで、この糸設定は、あら、じゃあ今日一日もうすぐ使えるじゃないですか。ということで、今日一日、もうずっとこのセグメント糸設定使ってください。 あ、これから、えー、ね、あの、ライブを、えー、スタートするときにもね、もちろん、たくさんの方が見ていただけるようにということを意図設定させていただきました。わ、すごい。えっ、ー、と、今、え、な、え、嘘、嘘、えっ、ー、と、6780、う、六690人の方ですね。 わぁ、見ていただいております。本当にありがとうございます。で、今日の690人の方が、こうやって自分のセルフイメージ通りに心のブロックを外して、そして、えー、ビジュアライゼーションによってワクワク燃料を、えー、自分のね、 えー、タンクに入れていただいて、そして、糸設定を、えー、セグメントごとにしていただいて、そして、えー、あなたが、えー、本当に、本来、ね、あなたの魂、あなたの、えー、ポテンシャルっていうのは、今はまだね、3%が6%ぐらいしか使えてなくて、もうこんなにすごい状態になってるんですよ。ですので、あなたは、もっと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 、えー、ね、どんどん人生を良くなっていくことができるんですよね。えー、ですので、どうぞどうぞ、 どうぞ、えー、皆さん、もう、ここからね、思いっきり、自分のポテンシャルを上げまくってください。意図設定です。そう、ワクワク、止めないでください。で、えー、たくさんね、見ていただくと、決定したから、ね、あの、えー、決定したからこそ、あ、すごい、あ、700人超えました。700、今、あ、すごい、700、えー、2名の方に見ていただいております。本当に皆さん、ありがとうございます。 で、この700人の方が、えー、このね、えー、内容を使って、今日1日セグメント糸設定、えー、そしてセルフイメージマックスの状態、ブロック外した状態で生きていただいたとしたらば、どれだけ地球が良くなるのかっていうことを考えたら、もう私、も私が枠が枠が止まらないということなんですよね。ですので、 今日は、えー、ね、私だけが、そんなノウハウを持っていたとしても、そんなね、あの、もったいないじゃないですか。だって、きょね、な、ね、もう本当ありがたいですよ。だって、去年の4月17日は、まだ40名とかね、そういう視聴者数から、えー、700ね、超えることができました。本当に本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。で、えー、なので、もう700名全員ですね、えー、そうそうすごい、えー、のパワーアップね、どんどんしていただいて、あ 悶々としてたことがパーっと晴れました。そうです。完全に、えー、風の時代にシフトすればいいということなんです。はい。えー、ですので、 地球ワクワクですよ。地球ワクワクですよ。そうそう。で、えー、本当にね、あの、多くの、えー、男性リーダーの方もね、まだ、えー、地球の、ね、波動に、えー、やっぱり、えー、左右あ、地球の、あの、古い地球の、だから、土の時代の考え方を持ってしまっていて、えー、ね、まだ、あの、ゆっくりやってらっしゃるというかね、そういう方たくさんいますので、私たち、リープフラグって言って、えー、カエルちゃんとしてね、 ぴょーんって、今の時代もぴょーんって飛び越えることができるんですよ。で、今日は本当に500億円のね、アンソニー・ロビンスのあり方にさらに超えられるように、エイブラハム・ヒックスという宇宙の集合意識からのメッセージも組み合わせることによって、皆さんがね、700人でリープログ、ジャンプできるね、やり方をお伝えしましたので、もうどうぞどうぞ本当にこれを 今から使いまくってください。今から使いまくってください。えー、そして、どうぞ本当にあなた自身が、えー、この地球上で本来持っているポテンシャルを、ボンとすべて解き放っていただいたときに、この地球っていうのは青かったね。 っていう時代が来ると思うんです。なぜ、あなたが、えー、思いっきり自分の魂を、えー、内側からこうやって輝かせた時には、もう内側から白い光がね、えー、出てきます。 で、えー、その白いね、光、えー、あなたのオーラとして狙っていきます。で、その、えー、70億人の人たち全員ですよ。そうやって生きたとしたらば、この地球はもう内側から白い光に包まれるっていうことになるんです。それが私のね、70億人で世界平和を作っていくというね、夢ですので、えー、ぜひぜひね、えー、そう。 そう、マーケティング戦略とかって土の時代っぽいな、そういうことなんです。ですから、えっ、ー、と、実際には、えー、そういった細かい戦略っていうのも、全部リップフロッグ <laughs> していくこと。 できるっていうことなんです,ですので、えー、あ、真ん中投げてきたよかった白く輝く地球。これをね、もうビジュアライゼーション、私毎日してるんですよね。えー、ですので、えー、どんどんね、こうやってやっていけば、えー、皆さんと、さらにね、えー、この地球を良くしていくことができると思いますので、えー、そして、またね、明日も、えー、皆さんが、本当に、えー、こうやって次元上昇を一気にして、もう、えー、自分の理想の自分、ビリオネアになっていくことができる。で、もう宇宙って、ここはね、 で、皆さんね、本当に腑に落ちてない方が多いんですけれども、えっ、ー、と、えー、宇宙っていうのは無限の富があるんですよ。まだ,まだ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 発見されていない素晴らしい億万長者の種っていうのをたくさん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 ,たくさん私たちのこの周りには落ちています。ですから、あなたがそうやって自分自身をね、 最大化することができたとしたら、ポテンシャルをすべてマックス化することができたとしたらば、えー、そうやってたくさん落ちているビリオネアの種をね、使って、あなたはもっともっと幸せになることができるっていうことなんです。えー、ですので、えー、そのね、あの、えっ、ー、と、あの、土の時代の、えー、僕の、えー、えー、取、え、り、ー、っていう考え方ですよね。僕のトリブっていうか これ土の時代ですよ。無限大ですからね。ですので、どうぞ無限大の富を、えー、皆さんアクセスできるご自身ね、なってください。なっていいんですよ。大丈夫です。はい。えー、ということで、えー、今日もですね、本当に、えー、最初から最後までご覧いただいてありがとうございました。で、えー、最後にね、私が、じゃあ、えー どんなね、世界を作りたいのかというところまでお話しさせていただきましたが、実際に、えー、そのね、 えー、皆さんが祈る力っていうのはすごいわけじゃないですか。しかもこうやって皆さんがもうすでにセルフイメージをマックスにして、心のブロックを外した状態で、そしてビジュアイゼーションでワクワクして、さらにセグメント意図設定をして、えー、すんなり一回で全部がクリアできるという、マックスになったご自身でやっていったとしたらば、もうどん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 あなたは自分の影響力っていうのを拡大していくことができるわけじゃないですか。 そのマックスのご自身で、この、えー、私が11月16日、17日、えー、ベルリンの壁という東と西の壁がね、えー、打ち壊れたあのベルリンから、えー、世界平和を え、祈るというですね、イベントを1万人で達成することを企画しています。で、もうすでにね、1132名の方が賛同してくださって、こちらの Facebook グループに入っております。 で、えー、この、えー、本当にお一人お一人がマックスになっていたとしたらば、えー、この地球が白い白、白、えー、く、内側から輝くね、あの地球にしていくことができるわけです。完全に次元上昇した、えー、地球というのをみんなで見たくないですか ということで、ぜひ皆さんにお願いしたいのはですね、こちらの世界平和サミット1万人の祈りに、まずあなたがまだ登録していなければ登録してください。そして、登録していただいた後にですね、ぜひこの招待というボタンを押していただきますと、あなたのお友達がですね、みんなここに出てきます。 えー、そして選択をねしていただきますと、えー、こうやって選んで招待することができます、えー。ですので、ぜひね、ご招待をしていただければと思います。で、えー、ご招待された方はですね、ただこのページがいきなり招待されることになりますので、えー、ぜひ、えー、ウォールや、えー、個人メッセージでですね、 招待していただいた理由というのをですね、ご記入いただければ、招待された方もね、あ、これ、そういう意味で招待してくれたんですね、っていうことが分かって、安心してね、このグループに入れるかと思いますので、ぜひぜひ、この先の見えない、今、コロナにね、手足を縛られたような未来の被害者として生きるのではなく、未来の創造主としてね、みんなで生きていくということを、ぜひ1万人で、私がベルリン にににいいいいる間に世界中を、えー、オンンラインででなぎまますすので、えーぜひね、一緒にやっっててたただけたら大変嬉しいなというしとう思っております、えー、そして、もうすでにね、こちらの、えー、ライブ動画に対しても、皆さんいいねをね、たくさん押してくださっておりますが、ぜひ、えー、まだ押してない皆さんは、押していただけるとですね、えー、またあ、この動画はあ、なんか見た方がいい動画なのかなと思っていただけて、えー、より多くの方に、えー、ね、あなただけじゃなくて、全員が無限に、 宇宙のトムにアクセスすることができるようになったら、もうライバルとか奪い合いっていういじめとか、全部その地球上に存在するネガティブだね、思考というのをなくしていくことができる、本当に平和な地球を作っていくことができます。ですので、ぜひ皆様、いいね、そしてシェアを、ぜひぜひご協力いただけたら嬉しいです。そして私たちの手で地球の平和をね、作っていきませんかそうやって生きていったときに、 私たちもっともっと、ええー、ね、あの幸せな毎日、安心して過ごせるようになるじゃないですか。 今ね、人間関係で悩んでらっしゃる方、そういったものもなくなっていくことができるわけじゃないですか。あなた、お一人お一人が世界平和の大切な大切な鍵を握っています。あなた、お一人お一人が宇宙の最高傑作です。えー、ですので、どうぞね、もっともっと素晴らしい人生が、えー、この先もね、待っていると思いますので、えー、それを受け取るためにもですね、えー、一緒に、えー、世界平和活動をね、していただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい。えーという 本当に本当にそう愛しかない地球ということで、えー、ぜひ、ねえー、皆さん、えー、なぜ私が、えー、このね、えー、こういうふうに朝ライブをねやってるのかということを、えー、お伝えさせて、えー、いただいて、えー、いることをねはいあのああもうありがとう、えー、素晴らしい企画ですね、ありがとうございます、登録しましたって言っていただいて本当にありがとうございます。 はい。えー、ということで、たくさんのいいねも、本当に本当にありがとうございます。いいね、ありがとうございます。えー、それでは、ち <laughs> ょ、最大959。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい。えー、ということで、ここからね、あのー、えー、Facebook、YouTube、Twitter の方は、エンドブロードキャストさせていただきまして、えー、そして、えー、また、クラブハウスの方でね、少し交流ができればというふうに思います。あ、参加します。ありがとうございます。 はい。えー、それでは皆様、あの本当にご視聴どうもありがとうございました。また明日の6時にお会いできることを楽しみにしております。Thank you guys for watching my live again and I will see you tomorrow at 6 o'clock. また明日の6時にお会いしましょう。バイ